はい、フリーエイトに使われて過ごせる暇です。時短や営業自粛で密度が広がるということでやっていきたいと思います。ええー、とですね、あのー、まあ、時短営業でありとか、営業自粛であるとか、ということが現在行われています。で、えっ、ー、と、ちょっと昨日ですね、あのー、夜8時過ぎたぐらいに、あのー、仕事が終わってご飯を食べようかと、いうことになったんですけれども、 あの、車走らせるといかね、あっちもこっちも閉まってるんですよね。スーパーも閉まってる。買い物できない。ラーメン屋とか、ファミリー、ファミレスですね。ファミリーレストラン、ファミレ,ス,ァミレスとか、まあ、最衆食堂みたいなところか、全部閉まってるんですよ。せめてね、スーパーでも開いていればって感じなんですけども、まあ、開いたのが、マックとマクドナルドと、 まあ牛丼屋さんは空いてた。でも、どちらも結構人数が並んでいて、あのー、なんだろう、それこそ密になっちゃってるんですよね。まあ,あ、これ以上ね、あの人口集中させるのもなんだと、混んでるとこはずっと下げて走り続けると、まあ、結局ね、最終的にまあスーパーにたどり着いたんですけども、ちょっとあの、駅とかから離れて、不便なところにあるスーパーですね。そういうところに行ったら、ほとんど人もいなかったので、買い物して帰ったんですけれども、 少なくともね、そのみんなが走ってるような道とかは全部閉めちゃうと、スーパーとかもずっと閉まってたんですよ。大きい道のスーパー全部閉まってたんですよ。8時で閉まってます、みたいな。あっちもこっちも閉まっていて、まだ従業員の方いるんですけれども、もう無理でダメです、みたいな感じで。うん。まあ、ダメですって会話したわけじゃないんですけどね。あの貼ってあるんですね。8時までですって。入り口に。これって、あの、時間をギュッと短縮することによって、 それ、密って広がるんじゃないのっていう話なんですよね。例えば、あの、6時から夜の22時まで空いていれば、それだけの間で別れられるわけじゃないですか。18分の1だじゃないですか、1時間が。でも、9時から6時までしか営業してないとか、9時から、 8時までしか営業してないってやると、11分の1とかになって、その分人がぐっと、要は朝に買い物に行けば空いてるから朝に行こうとか、夜行けば空いてるから夜に行こうっていう人が買い物をしてた人が、日中に集中する。また、介護の現場とか、看護の現場とか、スーパーで働いてるとかで、日中買い物に行けないんですよっていう人が買い物に行けなくなってしまう。これっていうのはどうなんでしょうかというところなんですね。空いてる時間に全部集中してしまいますよねっていうお話です。 これ,これになってしまうと結果として密って広がるんですよねだって例えば3時間あって10人の人が来るとすると334とかで分かれてくるわけじゃないですかまあちょっと偏りはあるかもしれませんけれどもでもこれは1時間しか空いてないと10人全員その1時間に来るわけじゃないですかこれまああのんだろう「密がダメだ密がダメだ3密だ3密だ」密だって言ってる割にはこんなことすると人って集中しますよねで A, B, C と3つスーパーがあったけど C は休んでますってなると A と B に集中しますよねっていう。これが全部集中していくと密になるんじゃないのって。そんなことするから入場制限したりとかしなきゃいけなくなるんじゃないのって話じゃないですか。で、これね、あの、時短営業とかね、営業自粛ではなくてもっと違う方法があるんじゃないんですかっていう話なんですけれども、そうすると今度働く人がいないんですと、みんな怖がって出てこないんですと言ってるとこもあるんですよ。であればですよ。 補助金を出してでもそそここそ逆に広げるべきなんじゃないですか。じゃあその従業員どうするんだよって言うとパチンコとかねゲカラオケとかゲーセンの従業員の人の中でも働きたいっていう人はいるんですよ。仕事じゃなくて私時間,だ時間勤務いわゆるアルバイトなので仕事がないとお給料もらえない働けないから稼げないっていう人っていう人,いう人を集めていけば スーパーとか飲食店に集めることができれば、そういうところで、要は人のライフラインと言われるものですよね。ライフライン、まあ、ご飯はライフラインではないか。要は、食べれると。ご飯を食べさせることができると。いろんな人が食べてもらうことができると。いうことになるわけじゃないですか。まあ、そんな人の適性とかもあるので、何とも言えないところではあるんですけれども、要は、あの、空いていて、あの、中にもいますよ。この間、突してくださったね、看護婦さんも、あの、病院が、あの、受け入れを狭めているから、働けないと。 その分仕方がないからスーパーにでも働きに行こうかと思っているんだって言われていたのを聞いた方もおられると思うんですけどもそういう人って絶対出てくるんですよお金ないと生活できないから今ねお金でお腹は膨れないけどお金でお腹を膨らませることのできるものが買えるんですよ、ね、買うものがなくなってしまったらそれはねお金だけだったら生活できないけれども今現状まだ日本の経済は持ってる。 日本の現経済がね、崩壊すると、今度お金があっても物が買えないっていう世の中になってしまう。そこまで行く可能性もあるとは思っているけれども、そうではなくて、今は買えるんですよ。その辺のね、詳しいこと、知り合い方がね、あの、別の動画で上げてますので、そちら見ていただければとは思うんですけれども、要は今は買える。であれば、お金を稼ぎたい人は絶対いるわけですよ。だとすると、そういう人を雇えばいいんですよ。そういう人を雇うと、今度経営がうまくいかなくなる。だって夜明けていてもあんまり人来ないもん。 いうのであれば、そこに補助金を出す。それも必要なんじゃないですか休んでる人に補助金を出す。もちろん必要ですよ。ぜひやってください。そう思いますよ。でも、そういう努力を続けている人のところ、密を広げないために時間を長くしますあ。でしたら補助金出します。いいじゃないですか、それで。そう思いませんか、皆さん。ね。もちろんね、あの、パチンコとか関係ないものをね、バンバン営業しろってそういうこと言ってるんじゃないんです。必要なもの。 ご飯なんて食べれないと死んじゃいますよ、そのうち。そういうところっていうのは、もうちょっとちゃんと考えて、営業時間自粛するとかじゃなくてね、ちゃんと広げてあげる、逆に広げるぐらいです。いいと思いますよ。普段だったら9時から8時までしか空いてなかったけど、今回ちょっとこれだから密にならないように時間広げます。6時から10時までやります。その方がいいじゃないですか。違いますか皆さん。僕はそう思います。はい。 ということでですね、ちょっとまあ熱く語ってしまいましたけれども、この時短とかね、時短営業であるとか、営業自粛とかで、店が閉まってる、店が早く閉まる、店がなかなか開かない、そうなってくると、どん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 密って広がっていきますよ。密がね、いろんなところにできますよ。アルファベットで入場制限なんてバカなこと言ってないでね、営業時間延ばせばいいんですよ。そうしたらみんな時間ばらけるじゃないですか。ね。 いいっぱい人がいる時間が決まっているのであればその時間にもうちょっと遅い時間でしたら空いてますよっていう告知流せばいいんですよ。今ね、一人でレジに並ぶのは一人にしてくださいとか、来店は一人で来るのが望ましいですっていう流れてますよ。だったらその流すのに代わりに当店は営業時間を短縮するのではなく、伸ばして対応してさせていただいております皆様が快適に少人数で買いい物していただけるように、 長い時間営業しております。ですので、比較的空いている朝の6時から8時までの間と、夜の10時から24時の間、こちらに来ていただければ空いていますよと。そういうことをね、どんどん言っていけばいいんじゃないんですかねっていうふうに僕は思います。はい。ということでですね、まあ,あの皆さんね、あの、 営業自粛、時間短縮営業、なんていう言葉が流行っておりますけれども、そうじゃないんじゃないのっていう。もちろんね、関係ないところ、さっきら言ってますけども、関係ないところがね、営業していたりとかっていうのはどうなのっていうところは分からなくはないです。でも、でもですよ。絶対買わなきゃいけないものの店っていうのは開けいといてもらわないと困りますよね、皆さんね。だって、空いてるところが少ないから、空いてる時間が短いから、だからこそみんな集まるんですよ。 何をやってるんですかっていう話じゃないですか。アルファベットふざけんなって話ですよ。まあ、アルファベットはね、どうも撤回されたみたいですけれども、ちょっとその辺ね、しっかり調べてませんけれども、アルファベットの記事探そうと思ったらね、あの、消えましたよ。消されてましたよ。おそらくまずいって思ったんでしょうね。で、あればね、時短営業やめてください。営業自粛やめてください。でも、その時間、時短営業や営業自粛をやめるのは、何でもかんでもやめていいわけではなくて、飲食、飲食物、 食品とかをね、扱ってるところであるとか、生活必需品を集まってるところ、こういうところは営業熟されたら困るんです。お願いします。避けてください。なんだったら補助金出します。人が足りないんだったら連れてきます。パチコン屋さん、カラオケ屋さん、ゲームセンター、その他もろもろいろんなところで働いてる方々で、お給料がもらえなくて困ってる方々、スーパーでしたら仕事あります。ぜひ働いてください。それでいいんじゃないですか そうしないと、ご飯食べれない人出ますよ。この、この、今後ずっとこれが続いていくと。今はね、家にあるもので、まあ仕方がないから食べようとか、そういうことはできるかもしれない。でも、営業時間が短くなっていけば短くなっていくほど、今後ちょっとずつ怖いってなって、私働きたくないですとかってなって、時間が短くなって、まあ、いろんな店が閉まっていくと、そういうことが起こるんじゃないですか困るんじゃないですか皆さん。そういうふうに僕は思いますよ。なのでね、えー、ぜひ、あのー、行政の皆さん、時短、時短、 自粛自粛ではなく、必要なものは、時短ではなくて延長。自粛するんじゃなくて営業する。それをしていただかないと困るんじゃないんですかね。そう思います。皆さんね、えー、ちょっとその辺もね、しっかり考えていただきたいものですよね、と思います。はい。ということでね、あの、勢いよく喋ってしまって、聞き取りづらい点とかもあったかもしれませんけれども、これが、を思っている方って多いんじゃないですかね。 あの例としたらねタバコタバコさあのー、喫煙所どんどん今減ってるんですよこのこの問題なくねでもその分一つのタバコ喫煙所に人が集まるようになっていませんかこれって食品とかでもそうですよねそうなりますよね最終的にはどん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 閉まっていって時間が短くなっていったら空いてるところにみんな集まるんだからねというところをねしっかり考えていただきたいなというふうに思いますはい ということで、よろしければチャンネル登録していってください。フリーライーのいつか終わって過ごせるヒマルでした。